立派な船ね。だろ、王都のあるミッドガンドレオまで遠石や硫黄を運ぶ船だ。知ってるか、遠石ってのは星稜が開発した新しい爆薬の原料だな。そのおかげで強力な大砲や爆弾が作れるようになったんだ。爆薬、物騒ね。物騒だが必要なものだ。豪馬もだが人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで遠石の需要が増えて、エラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは遠石あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船王都に行くのよね。頼んだら乗せてくれる？そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて船は動かせない。それに希少鉱物の輸出船には大魔師様が警備につく。部外者の乗船には星稜の許可がいる。ずいぶん厳しいのね。まあな。だがそれが星稜が決めた規則だ。人間が生きていられるのも星稜あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。やれやれ、どこまでも氷と雪ばかりだな。寒いの？いいや。お前はへそでも冷えるのか？別に。っていうか、どこ見てるわけ？おっとすまん、そういうつもりはなかった。そうか、お前はまだ恥じらいとかそういう感情が残ってるんだな。お前はって、じゃああんたは？ああ、人間らしい感覚がだいぶなくなってる。ゴーマってのはそういうもんだと思ってたよ。人間の感覚が消える。それでも俺が俺である根っこは変わらないがな。相変わらず浸水もうまいのもありがたい。そう。
に片付ける。そこだ。逃がしはしない。その程度で効果的。ずいぶん変わった立ち筋。ここいらじゃマイナーなもんでな。上剤効果に。そこだ。食らい尽くす。いける。逃がしはしない。やれまい。そこをどけ。効果に。やれまい。次。楽な戦いばかりじゃ修行にならんの。をかけさせないで。そこだ。クライスクス。イエリング。手ごめん。ラファティレーザー。何させん。効果に。その手。そこだ。クライスクス。せい。見てるぞ。イエリング。そこだ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 。片付いたみたい。行くわよ。準備はいいわね。イエリンクス。そこだ。食らい尽くす。逃しはしない。インフェルノブルー。そこをどけ。そこよ。スイヤー。スイ見切れた。そこよ。スイヤー。こう遅い。こう遅い。イエリンクス。しまった。遅い。そこよ。イエリンクス。スイヤー。邪魔するなら始末する。集落がある。引き込みしてみましょう。手間をかけさせないで。死にさせん。そこだ。捕らえる。ハイツクス。ディエンリンクス。手ごめん。ラファティレーザー。スイヤ。効果的。ディエンリンクス。こうきちまった。スイスイスイ。消えないくず。スリア一の方。スリア捕らえられまい。そこよ。捕らえられまい。そこよ。やれやれ、ね、こんな場所に花が咲いてる。けなげだな。プリンセシュ。おお、なかなか雅な名前だな。姉さんが大好きだった花。そうか、全員担当の土地に着いたか。はい、皆準備を整え、例の時を心待ちにしています。間もなくだ。よろしく頼む。もちろんです。あなたなら必ず成し遂げられますよ。いよいよだよ、セリカ。俺はお前たちのためになさなければならないことをなす。どうした、ベルベット。あ、邪魔しちゃ悪いと思って。遠慮する必要はないだろう。これはお前の姉さんの墓だ。そうだけど、セリカ姉さんが一番好きだったのは兄さんだし、アーサー兄さんが一番お姉ちゃんを愛してたと思うし。家族に順番なんかあるものか。セリカもお前もライフィセットもみんな俺の大切な家族だよ。みんな家族。
もうすぐセリカの命日だ。今年も岬に行ってプリンセシアの花を摘んでこないとな。うん、きっとお姉ちゃんも喜ぶよ。ああ、そうだといいな。よくもあんな嘘。そういえば花には花言葉ってのがあるんだよな。こいつのはなんて言うんだろうな。裏切りよ。ほう。大したことなかったわね。居合わせてよかった。でも次に襲撃があったら。タイマシ、まさかダイルが。違うわ、トカゲのゴーマじゃない。なんで泣いてるの？これは現実を噛みしめていただけです。辺境では未だゴーマの被害が絶えない。それは清涼が警備を放棄しているせいです。全域を守る戦力がないのも事実。辺境に住むのが清涼の規則に沿わない人々なのも事実。非常な決断であることは分かっています。でもこれが今最善の断りなのです。私に言い訳されても。言い訳では。清涼巡察官、一等隊魔士エレノア・ヒュームです。ご用件は？ヘラビーサで人を殺して逃げたゴーマの話を聞いたんだけど。商船組合の事件ですね。私も聞き込みをしましたが、まだ手がかりは。そう。ご安心ください。非道なゴーマは我らが必ず打ち果たします。タイマ氏の人、帰った？おう、帰った。よかった。これで食べられない。食べられる？知らないよ。ゴーマのことなんか何にも。頼む、教えてくれ。誰にも言わないから。北の洞窟にトカゲのゴーマがいるの。このこと喋ったら村のみんなを食べちゃうって。絶対言っちゃダメだよ。これあげるから。わかった。約束だ。北の洞窟か。しかし意外にタイマ氏は信頼されてないんだな。うん、なかなかうまい。そんなに腹減ってたのか？しない。何の味も。ん？手がかりはできたわ。北の洞窟を探ってみましょう。清涼の巡察官か。王国の各地を回ってゴーマ対策の状況を確認したり、
大魔士たちの行動を改めたりする精鋭らしい。いわゆる憲兵みたいなものだな。民衆にあれこれ我慢を強いてる以上、自分たちにも裏がないことをアピールしたいんだろう。そんなのを置いてる時点で白じゃないって言ってるようなものでしょ。逆にそっちの方が誠実って考え方もある。理想だけじゃ世界は変えられないからな。だから泣いたんじゃないか、志の高い巡察官殿は。そうね、いかにもって感じだったわ。ま、女の涙ってのは簡単に信じるもんじゃないかな。うん、ただの一般論さ。立派な役だ。なかなか愛嬌のある顔をしてるな。顔、近づけない方がいいわよ。お？なんでだ？なぁ、うわっ、くそー、そうなるから。役は食べたものを反芻しながら消化する動物でな。むちゃくちゃ臭いゲップをするんだよ。牛やヤギと同じ。家畜を飼ってたら常識よ。よく理解した。二度と反芻したくない臭さだ。この村はヘラビーサに比べて随分錆びれてるんだな。ここは聖領の命に従わなかった者、罪を犯した者、秩序の枷に馴染めない者、今の世界に捨てられた者たちの村だからな。聖領の管理が及んでいないってことか。秩序を乱した罰は追放ってわけ。そうだ。もっとも聖領は断りと呼ぶだろうがな。あのエレノアって大魔師もそう言ってたな。降臨の日以来、姿を現した大魔士たちは、溢れたゴーマを制し、人間の世界を取り戻したというが、ゴーマ病は変わらず広がり続けている。実際に治安が保たれているのは、限られた大都市部だけだ。守るべき人間に対して、大魔士の数が足りないのだ。苦戦中に味方の足を引っ張る奴は切り捨てる。なるほど。断りだな。そうだろうが、情がなさすぎる。聖領は万事それだ。
人間は家畜でも機械でもない。だから、わしのように望んでこの村に来た者もいるのさ。人間もいろいろだな。肝心なのは、タイマシが万能でも無敵でもないってことよ。待て。孫が世話になったようだな。脅してたんじゃないわよ。わかっている。お前たちは旅を続けるんだろう。これを持ってけ。ささやかな礼だ。料理できたわ、一応。よし、腹ごしらえはできたな。一つ聞いていいか。好きにしなさい。嫌なことは答えないけど。さっきの話だがな。もしかしてお前味を感じないのか。ちゃんとわかるわよ。血の味だけはね。それ以外は何も。満腹感も感じないみたい。見たいって初めて食ったように。初めてよ。ゴーマになってから普通の食べ物を食べたのなんて。じゃあ今まで何を食ってたんだ。わかるでしょ、あの監獄にいたなら。すまん。気にしなくていいわ。私がそういうゴーマってだけだから。レシピがあれば料理自体は作れるし、味なんかどうでも構わないし。そうか。戦う力は維持できる。それで十分よ。そういや、さっきの武器屋の親父が神水も分けてくれたんだった。これからゴーマと戦うのに飲んで平気なの。一歩引っ掛けりゃ体が温まるぜ。寒さも感じないのに。そうだったな。ま、俺も今は飲まん。使うだけだ。お清めでもするつもり。そういう使い方もあるが、もっと実用的な話でな。刀身と柄を止めてる目釘が緩まないように、戦いの前には締めらせてやるんだ。切ることしか考えてないのね。そういうゴーマなのさ。油か。手間をかけさせないで。そこだ。食らい尽くせ。そこね。ラッシュストライク。効果的。好きにさせん。捕らえられまい。セリア。見切れるか。効果的。しまった。来い。捕らえられまい。邪魔。そこだ。食らい尽くせ。好きにさせん。そこね。捕らえられまい。そこよ。効果点。そこよ。一の方。好きにさせ。
やれやれね。切り捨てごめん。片付いたみたいに行くわよ。この岩、お前強引だな。無茶でもないでしょ、お互い傲慢なんだから。それもそうか。
匂いの正体はタールか。気をつけろ、ハマると底なしだぞ。おお、岩転がって足場固まるだね。何その変なことわざ。飛ぶわよ。落ちるなよ。油断は禁物だ。そこだ。逃がしはしない。サンダーブリッジ。好きにさせん。捕らえられまい。そこよ。飛燕連脚。見切れるか。そこよ。効果で飛燕連脚。ついや。そこだ。見切れるか。ガク。ついや。そこよ。逃がしはしない。サンダーブリッジ。その程度で。捕らえられまい。効果電ピ効果電ピエン連脚効果電片付いたみたい。行くわよ。準備はいいわね。スイヤーそこだ。くらいここね。ラストストライク気にさせん。捕らえられない。ピエン連脚見切れるか。スイヤーピエン連脚効果電スイヤーそこだ。ナイスストライク。スイヤー効果陣好きにさせん。捕らえられない。スイヤースイヤー大したことなかったわね。手間をかけさせないで。そこだ。クライックス逃しはしない。サンダーブリッジスイヤー捕らえられない。効果陣捕らえられない。効果陣ピエン連脚スイヤーそこだ。ここだ。クライス捕らえられない。そこや。逃しはしない。サンダーブリッジ次一の方スイヤー捕らえられない。好きにさせスイヤー手応えがなさすぎる。いざ参る。そこよ。ピエン連脚そこだ。クライス
片付いたみたいに行くわよ。いざ参る。セリア、セリア、そこだ。行けるか、行けるか。そこね、ラファティレイブ。そこだ。食らい尽くす。そこね、ラファティレイブ。セリア、そこよ。気にさせん。手応えがなさすぎる。料理当番、私でいいのね。料理できたわよ、一応。一気に片付ける。見切れるか、好きにさせん。そこよ、言えないけど。そこよ、しまった。せい、せい、捕らえ。そこよ、そこよ。せいや、こい、銀河王法。そこよ、言えない客。捕らえられまい。そこよ、言えない客。効果で言えない客。そこよ。邪魔するなら始末する。やれやれ。手間をかけさせないで。セリア、そこだ。食らい尽くす。逃しはしない。サンダーブリッジ。そこよ、遅延冷却。セリア、そこだ。食らい尽くす。セリア、逃しはしない。サンダーブリッジ。そこよ、非炎冷却。効果陣、捕らえられまい。効果陣、気にさせん。セリア、フッフッ。効果陣、そこよ、非炎冷却。気にさせん。セリア、セリア、効果陣。手応えがなさすぎる。
いがありそうだ。そこに飛燕連射、そこだ。クラルマイクチョロメラバティリーブスイヤー、そこだ。クラエスクススイヤー、トロメラバティリーブセンチマスにさせん、そこだ。クラエスクストロメラバティリーブ遅い、ここだ。食らい尽くす。なんと、そこよ、そこよ、捕らえられまい。スイヤー、消え抜いて、消え果てる、スイヤー、消え果てる、スイヤー、ここだ。食らい尽くす。とどめ、ラバティレイブ、好きにさせん。スイヤー、飛燕連結、一の方、好きにさせん。見切れるか、スイヤー、死にさせん、そこよ、見切れるか、しまった、見切れるか、スイヤー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 、捕らえられまい、スイヤー、死にさせん、死にさせん、そこよ、死にさせん、捕らえられまい、スイヤー、スイヤ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 、そこよ、効果陣、そこだ。クライスクス、とどめラバティレイブ、そこよ、そこだ。クライスクス、とどめラバティレイブ、スイヤスイヤ。そこよ、そこよ、飛燕連結、見切れるか、そこよ、好きにさせん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 、スイヤー、捕らえられまい、捕らえられまい、効果陣、飛燕連結、スイヤー、飛燕連結、効果陣、飛燕連結、効果陣、効果陣、行っちまった、遅い、好きにさせん、そこよ、飛燕連結、スイヤー、そこだ。食らい尽くす、とどめラバティレイブ、捕らえられまい、好きにさせん、そこだ。食らい尽くす、とどめラバティレイブ、スイヤー、捕らえられまい、食らい尽くす、とどめラバティレイブ、そこよ、そこよ、飛燕連結、やられるわけにはいかない、上水戦場、そこよ、飛燃連結、そこだ。クライスクス、強かった、とどめ、捕らえられない、ラッシュストライク、次、スイヤ、効果陣、飛燃連結、そこだ。スイヤー、生きるぞ、邪魔よ、ラッシュストライク、スイヤー、そこだ。クライスクス、生きるぞ、逃しはしない、クライスクス、やれやれね、逃しはしない、捕らえられない、スイヤー、飛燃連結、
やれやれ。剣さばきはさすがね。いや、まだまだだ。この程度じゃ。あんたってどういうゴーマなの？夜叉だよ。戦いの鬼神だ。戦いの鬼神、通りで。ベルベットこそ何なんだ？ずいぶん変わったゴーマみたいだが。クーマよ。クーマ？聞いたことないが、どういうゴーマなんだ？敵を食って力に変える化け物。それ以外は知らない。ふん。女で敵を食らうというと、鬼ババの一種かな。はあ？今の顔、ちょっとそれっぽかったぞ。お前の剣技、どこの流派だ？誰に教わった？我流よ。それにしては立ち筋がいいし、基本もきちんとしてる。それなのに、いきなり蹴り技を使ったりするのが面白い。だから、我流って言ってるでしょ。あんたこそ、何なのその二刀流。命の太刀とやらを抜きもしないで。抜かないからいいのさ。はあ？それも蘭月家の教えってやつ？おう。借りたものは返す。すべてはそのためにある。わけわからない。準備はいいわね。そこよ、そこだ。くらえ。一連か、ここね。一連か。ラックストライク。捕らえられまい。捕らえられまい。そこよ。捕らえられまい。そこだ。くらえ。くらえ。せいや。ここね。手応えがなさすぎる。
一のこと、とどめ。次、ラッシュストライク。片付いたみたいに、行くわよ。お前、味がしないって言ってたが、匂いはどうなんだ？なんで？味覚ってのは嗅覚とセットみたいなもんだ。鼻をつまんで食うと味がわからなくなるだろ？匂いは人間だった時よりも敏感かもね。あんたは違うの？俺も五感は鋭敏になってる。しかし、匂いはするのに味はしないか。お前は自分のことをクーマと言っていたが、ずいぶん寂しい食生活だな。そういうあんたは何を食べてるのよ？主に浸水だな。飲み物じゃない。寂しいのはあんたもでしょ。バカを言うな。浸水ほど奥深いものはないぞ。素材も製法も千差万別、甘いも辛いも融通無下。舌の上に広がる熟成された味わい、鼻をくすぐる芳醇な香り、お子様には分からん世界さ。あっそ。ゴーマになって以来、回るのが早くなったのがたまに傷だがな。ゴーマの味覚って。しっかり落ちたのか？こいつに落とされたか！降格しまった！降格！連連客！降格しまった！しまった。そこだ。食らい尽くす。消え冷却。効果に逃しはしない。インフェルノブルー。そこだ。消え冷却。効果しまった。邪魔だ！
捕らえられまい。効果に捕らえられまい。生きれるか。邪魔だぜこの野郎。効果に呪い。効果に呪い。捕らえられまい。効果に呪い。そこよ。効果に呪い。そこよ。そこだ。止めろ。死にさせ。捕らえられまい。ユーフェルのブルー。捕らえられまい。捕らえられまい。捕らえられまい。効果に捕らえられまい。呪い。捕らえられまい。呪い。効果人。邪魔だぜ。一の方。ここだ。捕らえられまい。捕らえられまい。逃がしはしない。生きれるか。ブルー。生きれるか。捕らえられまい。生きれるか。効果人。捕らえられまい。捕らえられまい。捕らえられまい。効果人。捕らえられまい。効果人。捕らえられまい。効果人。捕らえられまい。生きれるか。捕らえられまい。生きれるか。効果人。死にさせ。効果人。捕らえられまい。呪い。死にさせ。捕らえられまい。呪い。捕らえられまい。効果人。そこだ。邪魔だ。死にさせ。呪い。死にさせ。死にさせ。ブルー。まだ死ねねえ。奴らに復讐するまでは。復讐？俺を殺そうとしやがった組合の草どもにだ。密輸の責任を俺に押し付けやがって。密輸は組合がやってたってこと？そうだ。俺みたいな不良船乗りが一人で仕切れるわけないだろうが。そりゃ手伝って美味しい思いもしたけどよ。確かに倉庫の抜け穴なんて個人で作れるものじゃないよな。調子に乗って規模をでかくしすぎたんだ。声量にバレるのも時間の問題だった。死人に口なし。お前を殺して罪を最小にするつもりが計算が狂ったというわけか。どうやって復讐するつもりだったの？ヘラビーサに殴り込みをかけて船員どもをぶっ殺す。自殺行為ね。何人タイマ氏がいると思うの？どうせ逃げても狩られる。奴らに人は吹かせられればそれでいい。と思ってたが、それも叶わねえか。これを届けて、あんたは死んだと報告する。そうすれば、タイマ氏たちも警戒を解くはず。どうしてだ？こっちの都合よ。一つは、船を修理するため。で、私が出発した後、騒動を起こして、追っ手を足止めしてくれれば好都合。そういうことなら、ご期待に応えるぜ。ところでお前ら、どうやって俺を見つけた？偶然よ。勘が当たっただけ。俺の生まれたのは、何もない陰気な村でな。そこが大嫌いで、船乗りになったんだ。だがこのざまだ。生まれ変わったら、俺は二度と故郷を捨てねえよ。そう。
いいんだな、これで。こっちに追っ手がかかるのも時間の問題よ。同情してる余裕はないわ。ここ何年かは白い雪が降って助かるわ。雪が白いのは当然でしょ。ブー、ヘラビーサじゃ当たり前じゃないの。風向きと火山の調子によっては火山灰が混ざった灰色の雪が降ることがあるのよ。近くに火山なんてあったか？あるのはもっと北の方なんだけど、ミッドガンド王国内で一番大きな火山だから、遠石もそのキララウス火山で取れるのよ。っていうかそこでしか取れないんだって。キララウス火山、なかなかすごそうだな。ベルベットは火山を見たことはあるか？ないわ。見た経験も興味もない。これはダイルの尻尾。あんた、あいつをやったのか？タールの沼にはまって死んでるのを見つけたの。これしか持ち帰れなかったわ。本当か？疑うのは自由だけど、嘘でもゴーマの体を持ってこれる奴がいる？確かに。じゃあ船の修理をお願い。そうはいかん。テレサ様から正式な許可が下りないと。急いでって言ってるの。密輸の真犯人がバレたら営業停止じゃ済まないでしょ。お前、取引を。浜辺の船を直してくれれば黙って出ていく。分かった、船大工は手配する。浜場でお茶を。おいベルベット、いい機会だからブグ屋で装備を強化していこうぜ。装備を強化？知らないのか？ええ、故郷ではやってなかったから。ならなおさらちょうどいい。やってこうぜ。あんたって結構強引よね。おう、推しの弱い男はモテないからな。
これが一応けどなんか面倒ね。一見な。だが何回かやってコツを覚えるとハマるぞ。強化と分解を工夫すれば独自の強力な装備を育てることができるんだ。強力な装備を育てる。そうだ、この先も戦うつもりならブグヤでの強化は必須だぞ。推しの弱い男がモテないように戦いの準備を怠る奴に勝利はないからな。もっともね。これで強くなれるなら使いこなしてみせる。あいつにたどり着くために。
船の修理は何とかなりそうね。それで問題が解決するわけじゃない。船をまともに操れなきゃまたナンパするだけだぞ。航海士なんて探してる暇はないし、かといって定期船は許可なしじゃ乗れないわ。俺たちだけで何とかするしかないってことか。だが俺の操船の腕は前の通りだぞ。無理強いはしないわ。一人だってやるだけよ。どっかにフリーの航海士はいないもんかな。手応えがなさすぎる。上手い戦闘早く遠慮してくれ。そこだ、前に突く。ここね、ラパシーレイブ。そこに捕らえられない。そこだ、呪い。そこに行けるか、行けるか。やれやれ。なあベルベット、お前が殺すとゴーマは人間に戻るのか。は？どういうこと。海岸で襲ってきたゴーマのことだよ。死んだら人間に戻っただろ。今まで俺が斬ったゴーマは死んでもゴーマのままだったから、ちょっと気になってな。ゴーマは死んでもゴーマのままけど、私が殺したニコや村の人たちは。ゴーマの方に当たり外れがあるのかな。くだらない。死体がどうなろうが意味なんてないでしょう。だな。死んだ後に当たりが出ても仕方ない。そう、重要なのは食らったゴーマが私の力になること、それだけ。ダメだな、この船は。流骨がいっちまってる。新しい船を作った方が早いぜ。流骨？人で言えば背骨が折れた状態ってことだな。大体なんでこんなところで座礁した。普通はありえないぞ。直せないことは分かった。戻っていいわ。どうする？町で新しく船を手配させるか。それしかないか。その時間があればいいけど。偉大なる聖主、カノ主に願い立てまつる。カノ者に幸運と栄光を。我が名はそのための贄なる、礎なる。姉上、
まあ、オスカー、突然どうしたのです？その傷は何があったのです？ゴーマに不覚を取りました。その件で本部に召喚される途中に寄ったのです。こんな、かわいそうに。痛みますが、まだ戦います。この傷は我が未熟さの戒めとしましょう。さぞ卑劣な相手だったのでしょう。いえ、左手でこちらの力を喰らい、打ち返す力を持ったゴーマです。見た目は燃えるような瞳をした黒髪の女性なのですが、油断すれば一刀でも危うい相手です。どうかお気をつけください。あいつか。姉上。わかりました。大丈夫、この程度の失策、何ほどのこともありませんよ。実は姉上にそう励ましてもらいたくて寄ったのです。つけてくれているのですね、その耳飾り。もちろんです、あなたがくれたものですから。思った通りだ、姉上によく似合う。ではこれでおいとまします。テレサ様、密航者を捕らえました。濡れ衣じゃよ、許可を取らずに乗っただけじゃのに。女ゴーマの仲間ですね。あの者はどこです？このマギルー様に拷問は無意味じゃぞ。何でもペラリと喋るからな。油断は禁物だぞ。消えていけず。そこだ。食らいつく。何だっけ。インフェルノブルー。そこや。そこをどけ。そこや。やれやれ。聖霊から告知があった。ゴーマを町に呼び込もうとした魔女の公開処刑を行うそうだ。へえ、そんな悪い奴がいるのね。町には近づかない方がいい。テレサ様がよく使われる手だ。悪党の仲間をおびき出すためにな。悪党はお互い様でしょ。だから忠告した。テレサ様は一等大魔師のトップクラスだ。悪いことは言わん、今のうちに逃げろ。魔女ってマギルーだよな。聖霊に気づかれたわね。抜け道も見つかったと思った方がいい。船の手配ももう無理だな。手配できないなら奪えばいい。奪うって、ヘラビーサの船をか。こっちは二人だぞ。まだ協力できる奴がいる。ダイルか。あいつは航海士だって言ってた。仲間にできれば一石二鳥よ。そうかもしれんが、マギルーはどうする？それは聖霊次第ね。
ダイルの洞窟に行くわよ。すまん、マギル。成仏しろよ。邪魔するなら始末する。準備はいいわね。切り捨てごめん。